やっぱり男は持続力。はい、どうもお世話になります。千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市みんなの情報局、局長&しゃべる管理人、夜の手をみなぎる男、ビッグマグナムファンキー利根川でございます。10月9日土曜日午後3時31分を回ったところでございます。ファンキー利根川、お気持ち魂の15分、本日もよろしくお願いいたします。はい、そんなわけで天気がいい、まあいいっていう感じだね。なんかあんまり良くないような話だったんですが、まあね、天気いいのかなっていうね、ところでちょっと風強いね。なんかね、まあ涼しい風で気持ちいいんですが、はい、まあそんな土曜日でございますけどね。そう、先ほどまだどのぐらい、2時間、3時間ぐらい前かな、わかんない、お昼に久しぶりに、お気持ち特別版生放送ということでライブで少しだけねお届けさせていただきました。たくさんのご視聴どうもありがとうございますね。もう今見たら結構再生されてたんですけどね、やっぱり生がいいね。ファンキー利根川はやっぱり生が一番ね。そうだよ、僕も生が好きですね。いろんな部分で生が大好きね。いろんな意味で生が大好きということでね。お刺身のことだよね、わかんないね。その方がいろいろあるならね、大人の方がわかるから、まあいいや。はい、というわけで、お気持ち魂の15分は録画でお届けしております。収録ですね。あのそんなにやらない、あんまりライブやりすぎちゃうと希少価値高くなくなっちゃうからね。ファンキーとねいつでも聞けるや、生で聞けるってなっちゃうので、あんまりやりませんね。嘘です、そんなことないけどね。あのインスタグラム、の方、ということで対策ということでね、少しだけ15分喋らせていただいております。まあ録画です、よろしくお願いします。あと YouTube ね、 YouTube 対策、まあ YouTube は別に長くてもねできるんだけど、インスタは15分こっきりなんで、まあそんな意味もありましてね。はい、まあそんなわけで土曜日ね、ちょっとまだごめんなさい、今日早めに、プールリハビリやってきて今上がってきたばっかなんですけど、なので、午後の板はね覗いてないので何が起きてるかよく分かってないんですが、きっといろいろ情報が上がってるのかなというふうに思っておりますね。まあポツポツイベントなんかも動いてきてますしね、お食事行かれたり、なんやかんやね、情報上がってますので、ぜひ、夜にかけてねまた何かあったら投稿の方よろしくお願いしますね。東金の方はなんかマルシェだかワークショップだかのイベントもね、やられてる、セミヤマイちゃんかな、やられたりとか。まあ、その他明日もね、さっきも言ってたんですけど、サムの方でイベントあったりとか。まあ、いろいろね、あります。チキチキ情報局的には、もうな、あとみんなの情報局的には、なんだっけ、チキチキみんなの食事会やろうって話だったんですけど、ちょっとね、狭いところに集まってみんなで喋りながらご飯っていうのはちょっと今もう一つ、やばいかなという、そんなあるので、一応ちょっとね、野田は決めて、ね、まだ野田は考えてないんですが、東金の方に、なんかね、マルシェ的なイベント、メンバーさん参加されるようなイベントがね、あるので、11月の3日だっけ？誰だっけな？ナミちゃんかな？さっき言ってたんだけど。ちょっとまだわかんない。今、プール、リハビリやりながら思いつきだったんですが、イベントに、合わせて、ちょっと行ってみたいようかなとかちょっと今考えてますね。確か11月3日どこだっけ、キャンプ場のイベントだっけ、ちょっと忘れちゃったけどね、後で見とくね。なので東金の方面の皆さん、よかったらファンキー利根川に会える機会ができるかもしれませんのでね、よかったらタイミング合わせて遊びに来ていただけね。本当は皆さんね、じきじきに一件一件ね、お伺いして、お訴えさせていただこうかなと思って、選挙じゃねえよね。別に、衆議院選挙とか出るわけじゃねえんだよ。お訴えじゃないっていうね。何なんだって言われ最近。お訴えとか、なんだっけ？お気持ち。なんだお前はね。
本当ですよ。もうどうなってんだ。まあいいや。まあそんなわけで、ちょっと東金の方に、まあ腰の具合もあるんですが、まあ年内1回をちょっと行きたいなと思ってたので、せっかくだったらね、イベントだったら皆さん集まりやすいのかなってね、まあ集まんなくてもいいんだけど、来たい人だけ来てこれやすいのかなっていう。ただね、会って立ち話っていうのもいいんだけど、実りの里とかに集まって、立ち話っていうのもいいんですけど、なんかね、せっかくだったら、ね、メンバーさん絡んでるイベントとかに顔出すのいいかなって思ってますのでね。ちょっといろいろ、東金方面、マルシェとかなんかちょっとそういう集まるような、で、メンバーさん主催されたり参加されたりするようなイベントあったら、板の方へどんどんアップしておいてくださいね。様子見て、参加できればね、そこを前もって告知して、いついつのイベントの何時ぐらいにファンキー利根川、柏から行くよっていうのを、お知らせします。そしたら、時間の合う方は、集まっていただければな、ね。まあ、2ポイントぐらいでね、昼間、イベント顔出して、夕方、ああ、でもご飯食っちゃまずいのか。ね、本当は、ね、昼間ダメな方は夜どっかでご飯食いながらっていうのも考えられるんですが、ちょっとそのあたりはまだわかんない。ね、まあ、どんどん増えちゃって、コロナ落ち着いていけばまたね、わかんない。まあ、1ヶ月ぐらいあるからね。まあ、そんな意味で、わけで、東金のメンバーさん、界隈のメンバーさんで、よかったら、近々の、イベント情報などどんどん上げていただければと、ちょっとファンキー利根川吟味させていただいてね、いければ参加したいな。まあ、そんなわけで、よろしくお願いいたします。ね。こんなことでもしなきゃなかなかできないからね。本当だよ。よろしくお願いします。はい。続いて、まあ、イベントじゃないんですけど、ちょっとね、ファンキー利根川最近悩んでます。放送聞いてるとね、あっけらかんとしてるようなんですが、実はメンタルすごいやられてます、今。まずいです。ね。なかなかね、思うように体が、調子が戻ってかなかったりとか、やっぱそれに伴ってちょっといろいろこうね、精神的、メンタル的にも、本当だよ。わかんない方は多いかもしれないですけど、かなりちょっと今メンタルやばいっていうところね。で、ちょっとね、来週、これまで言っていいかわかんないですけど、なんだっけ、ファンキー利根川、腰痛改善祈願バスツアー。で、すごいです。やります。ファンキー利根川、腰痛改善祈願バスツアー、パワースポットに行くぞっていうところで、もうね、なんつうの、藁をすがる思いっていうの、ちょっと言い方がわかんない、言葉は俺よくわかんないけど本当にね、いろいろちょっと試さなきゃなって最近思ってきて、まあもちろんやれることは一生懸命やってるんですけど、じゃあちょっとパワースポット行って手を合わせてきようかなとかね、いろいろ考えてちょっといろいろ誘っていただきまして、来週の日曜日かな、ちょっとまだ詳しいことは言えないんですけど、ファンキー利根川、なんだっけ、腰痛改善、祈願バスツアー、これファンキー利根川主催じゃありません。たまたまそのパワースポットに行くっていう、これ野田市内の、これメンバーさんの、旅行会社さんのバスツアーの企画に乗っかったっていうか、まあそこに参加するっていうだけで、もうファンキー利根川的にはもう自分のツアーイベントのようにしてますけどね、行ってますけど。ただ一参加者なんですけど、自分の気持ちの中ではファンキー利根川腰痛改善祈願、バスツアーパワースポットに行くぞ、ね、そんなイベントです、個人的には。で、日帰りで福島の、某所パワースポットに、行って手を合わせてくるというね、そんな感じ、ちょっと久しぶりですね。ちょっと腰が持つかどうかわかんないんですが、豪華大型リムジンバスね、三神営の大型リムジンバスで行けるということなので、これをちょっと声かけていただきまして、参加しようかなとね、そんな感じでございますね。治ってほしいなね。あんまりそういうのを本当に親父の仏壇にもあんまり手を合わせないから、余計ダメな、そういうのダメなのかなとかあるんですけど、あんまりね、そういうのを気にした人じゃないんですけど、さすがにちょっと最近ね、メンタル来てるので、
まあいろんな意味でちょっと、まあ気分転換もあってさ、なかなかほら、もうここ1年以上どこもなかなか出てないっていうのもあるし、まあね、都道府県をまたぐのは良くないよって言ってるファンキー殿がどうすんのって言われますけど、許してください。ね、本当にちょっと悩んでるので、行ってきます。ね、大高の森あたりからスタートして福島のパワースポットを行って、まあ、日帰りで帰ってくるっていうツアーなんですが、もういっぱいなのかな、わかんない。もしファンキー利根川と行きたい人いたら連絡くださいね。ちょっと詳しいことはまた次か次の動画で喋ろうかなと思ってますけどね。まあ席空いてるかどうか、今ほらバスもびっちりね人数入れられないので、ちょっとどうかわかんないですけどね。もしファンキー利根川と一緒にパワースポット行ってね、気持ちすっきりしたい人いたら、ファンキー利根川までで結構です。ご連絡いただければ。わかんないよ、これ旅行会社に聞かないとわかんない、空いてればだけどね。まあいねえかな、来週で日曜日ね、朝6時7時前ぐらい、大高の森スタートらしいのでね、よかったら一緒に行きたい人いたらご連絡いただければというふうに思っておりますね。料金その他はお問い合わせいただいた時にね、行って帰ってきてご飯ついてそのお参りがつくので、かなりリーズナブルな感じになってますのでね、もし希望ある方いらっしゃったらぜひ、よろしくお願いしますね。もう人の一般のバスツアーに参加するだけでもう自分の企画のツアーみたいなことを言い張るファンキー利根川ね、すいません、もうそういう人間ですね。覚えておいてください、ファンキー利根川腰痛改善祈願、バスツアーパワースポットへ行くぞ、ね、そんなの来週の日曜日、やりますので、また時間許せばね、途中でライブで喋ったりとか、まあ向こう行って迷惑にならない程度に、まあ、収録かライブでやったりとかもいろいろやっとこうかな、せっかくなのでね、イベント的にしたいなと思っておりますのでね、信頼を受ける野田市内のメンバーさんの、バス、旅行会社さんの企画でございますのでね、間違いない、ね、初めて僕参加しようと、ね、すごい横柄ですね、自分の企画にしちゃうっていうことなんだけど、まあいいや。はい、そんなわけで内容なくてごめんね。じゃあ動画聞いた方は、こちらの動画チェックされた方はお昼にやった生放送のアーカイブの方もぜひ、チェックの方よろしくお願いいたします。 URL 貼っときますからね、相互で、チェックよろしくお願いいたします。ちょっと今日はねゆっくりしようかなって思って、まあ、今週火曜日もね軽井沢の、プールに行ったのでね、休みなく動いてたので、ちょっと明日一日休もうかななんていろいろ考えてますけどね。まあ天気もまあぼちぼちみたいなので、秋の、楽しい、週末、皆さん元気よく怪我のないようにね、コロナに十分注意しながらお過ごしいただければなと、そんな風に思っております。はい、じゃあまたファンキー利根川とは次の動画でお会いいたしましょう。もしかしたら明日もライブをやるかもしれないけど、わかんないね、動画になるかわかんないけど、収録になるかわかんないけどね、やってきますんでよろしくお願いいたします。はい、どうも本日2本にわたりましてお届けしてまいりましたファンキーとのお気持ち、以上をもちまして全て終了です。本当にいつもどうもありがとうございます。おしまい。ここまでのお相手は千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市みんなの情報局局長&喋る管理人、夜の帝王みなぎる男ビッグマグナムファンキー利根川でございました。それでは皆さん、いい週末をお過ごしください。 Thank you so much! バイバイ、またね、終わり。